どうもドローンマスターです。皆さんストラップとかで悩んだことないですか？自分の悩みはですね、やっぱり長時間ね、空撮してると首が痛いんですよね。もう送信機がやっぱり重くて、やっぱり40分ぐらい経つともう首元が痛くて、ちょっとそれがちょっと悩みだったんですよね。そこは我慢できるんですけど、やっぱり手が離せないっていうのが一番ネックなんですよね。倒れちゃうんですよね、ストラップをつけてると。やっぱり不安定、もう常に両手で触ってないと、やっぱり、スマホだったり iPad だったりタブレットをつけてる人はね、いっぱいいると思うんですけど、その重みでね、倒れちゃうんで、手が離せない。片手でね、いいんですけど、他のことができない。だからなんかないかなと思って、三脚とかね、トライポッドを使ってやろうかなとは思ってたんですけど、できるだけあんまりいろいろね、移動するので持ちたくないんですよ、いろいろ物を。そこで奥さん、いいのを見つけちゃったんですよ。それがこちら。はい、ちょっとね、両手で持ってるんですけど、若干重いですね。これ組み立ててみて、かさばるんじゃないのこれ。大丈夫かな。ちょっと開けてみましょう。それでは開けていきましょう。やっぱり重いよな。今開けましたので、パーツの方を置いていきましょう。まずこの袋1つ。あとちょっと平べったいやつですね。あともう一つ。あとこのネジ類とかですね。そして最後に、これはね、ちょっと比較的ちょっと軽いですね。ちょっと軽量アルミみたいな感じですね。鉄ではないです。皆さん袋から出したんですけど、肝心の説明書がないですね。これ時間かかるわ。これ中国製品は説明書がないのが多いですよね。ちょっと本当に初めて開けたんですけど、ちょっとこのスポンジがほら、いやー、ちょっとバカバカですね、ここ。あとちょっと癖がついちゃってますね、これ。しょうがないかな。いやー、ちょっと説明書がないので、ちょっと試行錯誤でちょっとやってみます。箱にバーコードがついてて、ちょっと組み立て方がね、動画で載ってたので、ちょっと見たんですけど、分かりにくいですね。もう早送りすぎて分かんないです。まずこの T 字からちょっと組み立てたいなとは思うんですけど。
付け終わりましたよ。これね、組み立てだるいですよ。これだるいっていうか、まず設計上ちょっと問題があるわけではないんですけど、ちょっとね、これを使うとね、まあ付属品なんですけど、かなり遅いです、作業が。日が暮れます。おすすめなのがこれですね。まあ100円ショップとかにも売ってますので、こういうレンチを買うとですね、仕事が早いですね。もうあっという間でした。いや、これに助かりましたよ。いや、ちょっと大変です。ちょっと続いていきましょう。続いてはこのね、鉄板をつけていきましょう。やっとここまで来ましたよ。やっと終わりました。あとコツなんですけど、まずね、組み立てる前に、まあ、この肩の部分もそうなんですけど、まず自分の肩に合わせてみてからここの位置を決めてった方がいいと思います。で、ここのね、お腹の部分も、当ててみてから、自分の体に当ててみてから位置を合わせてった方がいいと思います。締めてしまうとね、後で調整がちょっとまためんどくさいので、もうあらかじめ自分の体に合った位置を決めてから締めた方がいいと思います。はい、続いてはこれをね、ちょっとつけていきましょう。はい、つけた感じがですね、こんな感じです。なんかあれ似てないっすか？よくマーチングのドラム？
多分そうだよ。この作りがそうですもん。よく思いついたな。さすがチャイニーズは頭がいい。はい、それではこれをちょっとつけてみましょう。あのね、ストッパーがあるので落ちることないですね、下に。これ安全設計ですよ。落ちはしないですね。あとね、横の位置とか自分の操縦したい位置もちゃんと決められます。ただあんまり下には向かないですね。まあそりゃ下向かない方がいいですからね。これはいいですよ。あとこちらのね、丸いとこで締めればもう全然自分に合った操縦ができますね。こりゃいいや。これはめちゃくちゃおすすめで、こんな感じですね。いやー、めちゃくちゃいいよ。まあ、そんなに重くはないっすよ。ストラップよりはいいかな。両手離せるし、なんか嬉しい。まあ、これでね、DJI ゴーグルもね、あのね、片手でできないんですよ、あれ。両手じゃないとね、ゴーグルが上げられないんですよね。もうストラップをつけてるとやっぱり落ちちゃいますしね。これがあるとめちゃくちゃ操縦が楽しくなりますね。両手開くしね。片手にドローン、片手にゴーグル、バッチグ。はい、オッケー。つけた感じはね、意外となんかね、そんなに重くは感じないですね。なんかね、フィット感があって本当に細かい操縦がこれからできるなっていう感じはしますね。まあ、実際ね、外で使ってみてまたレビューしますけど、まあ、今はまあこんな感じでちょっと当たりなのかなっていう感じはします。ただ持ち運びだよね、ちょっとかさばるよね。ちょっと恥ずかしいよね、このままつけてて。またね、取り外しもね、めんどくさいよこれ。外したくないよこれ。まあでも外さない方がおすすめですよこれ。もうこのまんまの状態で持ってった方がいいと思います。なんか次回ね、もうちょっと軽量化にして、あと折りたためるようにね、設計してくれるとね、もっともっと買う人がね増えるかなとは思うんですけど、まあ、まずつけた感じはめちゃくちゃいいですよ。そんなに重く感じません。で次回はね、外で使ってみて、もう本当に細かい操縦だったり落ち着いて操縦ができるかどうか、ストラップよりは使い勝手がいいのか、まあ、それをちょっとレビューしてみたいと思いますので、それまで待っててください。あとね、この商品はですね、ちょっと海外製なんですけど、日本ではAmazon にも売ってますので、ちょっと説明欄にねリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。早めにね買わないとですね、結構早めになくなっちゃいますので、早めにゲットした方がいいと思います。はい、それではですね、楽しい空撮ライフをしてください。マナーなど、あと安全にね、事故がないようにくれぐれも、空撮をしてください。それではあなたの味方、ドローンマスターでした。